鉄の諸女は中世ヨーロッパで刑罰や拷問に用いられたとされる拷問具。空想上の拷問具の再現とする説も強い。鉄の諸女の複製品聖母マリアをかたどったとも言われる、女性の形をした高さ2メートルほどの大きさの中が空洞の人形である。前面は左右に開くようになっており、中の空洞に人間を入れる。木製のものがほとんどである。 木製のものは十分な強度を持たせるために肉厚な構造になっているが、鉄製のものは比較的薄いため写真でも判別できる。左右に開く扉からは長い釘が内部に向かって突き出しており、本体の背後の部分にも釘が植えられているものもある。犠牲者の悲鳴は外に漏れないように工夫されていた。ドイツ語ではアイゼルネ・ユングフラウ、英訳はアイアンメイデン。 または、ブージェノブ・ニュアレンバーグと表記される場合もある。1857年に伝説に基づいてドイツのニュルンベルクで作られた模造品が特に有名であり、各地の模造品はこの量産品である。名称とは裏腹に大部分のものは木製の本体で鉄製なのは釘のみ、または釘とその留め金と扉の蝶つが外のみである。 罪人はこの鉄の諸女の内部の空洞に入れられ、扉を閉じられる。同時に、扉の部分にある多くの棘に全身を刺される。現存するものは、釘の長さが様々で、生存空間はほとんどないようなものから、体を動かせば刺し傷で済みそうなものまでがあった。罪人が死亡した後に、前の扉を開けることなく死体がそのまま下に落ちるように、 落とし扉構造があったという噂を記述した文献がある。様々な拷問具。右後方にあるのが鉄の処女の複製品蒸気以外で存在が確認できる鉄の処女は以下の通り。中世の拷問具として博物館にも展示されている鉄の処女であるが、実際に中世にこのような拷問具があったかどうかに関しては、その実在を疑う研究者も多い。 その存在を記述したものが19世紀のロマン小説や風文に基づくものばかりで公的な資料や記録が皆無だからである。実在説の論証とされる欧州各地で展示されている実物もほとんどが19世紀半ば以降の再現品である。ニュルンベルクの鉄の処女も19世紀に作られたオリジナルは空襲で消失している。現存する鉄の諸女は すべて18世紀末以降に作られたものであり、伝説で語られている中世のオリジナルは存在していないのである。各地の鉄の諸女の原型は、オーストリアのファイストリッツ城にあるものと、1857年にニュルンベルクで作られたものの2種に分けられる。地熟の尊の一つ。18世紀ラベンスブルグの地熟の万途中世から近世にかけて、ヨーロッパで行われた、 地獄の刑と呼ばれる、サラシ刑に用いられる懲罰具として、諸女のマント、また、地獄の孫と呼ばれたものがあったが、これは、当時の刑罰の資料によれば、受刑者は、孫から、頭と足だけを出して、市内の広場に立たされる、というものである。ビーレフェルト大学のボルフガング・シールト教授は、鉄の諸女はこの地獄の樽の内側に、19世紀になってから、鉄の針をつけ、 頭の部分を覆うよう改造されたものであるとしていて、以下のように、欧州各地の鉄の諸女を調査、見分し、すべてが偽物だと断定している。ファイストリッツ城にある鉄の諸女は、城主、ディートリッヒ男爵が、フランス革命時に、ニュルンベルクから購入し修復改造したもので、男爵が、オーストリアで蒸気の地獄の樽に、17世紀に、ベネツィアで流行した。 マリア像の頭部と内部の棘をつけたものとされる。ニュルンベルクにあったという鉄の諸女は、1857年に、当地の同班長国士の GF ゴイダーが、ファイストリッツ城にあったものを手本に、ビルトという城前屋に作らせた何体かのうちの一つで、ある。1944年に連合軍の爆撃で、消失した。多数作られたゴイダーの再現品は、 見せ物として珍重され、欧州各地に売られていった。ローテンブルクの中世犯罪博物館の鉄の処女は、釘を外して展示しており、これは、釘の存在が製造当初からのものであるか、後の改造によるものであるか、断定できないためと説明されている。これも、構造的に地熟の樽の改造品であり、ゴイダーが何体か作らせたものの一つで、1889年に、 ロンドンの美術賞がこれを買い、1968年のオークションで中世犯罪博物館が競り落としたものである。イタリアの拷問博物館のニュルンベルクの処女もゴイダーの作らせたものの一つである。ウィーンの拷問博物館の鉄の処女は本体部分も鉄製で人形の頭部は固定され、円筒形の胴体の部分のみが左右に開いて、 在人を入れるようになっているが、シルト教授はこれも、おそらく後世の模造品であるとしている。日本では、明治大学博物館に、鉄の諸女の複製品が展示、収蔵されている。これは、本体も、鉄製となっていて、生存空間がほとんどないタイプである。あくまで複製品であって、中世のオリジナル品ではない。シルト教授は、以上の調査の結果、鉄の諸女は、 地獄の樽をもとに作られたものであり、鉄の諸女伝説は根拠のないフィクションであると結論づけている。また、キリスト教徒である拷問執行者らが彼らの崇拝大将である聖母マリアを拷問道具の衣装に用いること自体がそもそもありえないとの議論も強い。鉄の諸女にはハンガリーの伯爵夫人バートリーエルジェーベトが作らせたものとする伝説がある。 メイドの少女がエルジェーベトの髪を櫛で溶かしていたところ、串に絡まりついた髪を誤って引っ張ってしまった。激怒したエルジェーベトは、髪止めで、メイドの胸を何度も突き刺し心臓をえぐった。帰り血がかかった手を拭うと、肌が金色に輝いたように見えたため、エルジェーベトは、少女の血を浴びると肌が綺麗になると思い込み、配下の者に命じて、村中の少女を集めさせた。 その血液を絞り取るために特別に作らせた器具が鉄の処女であるとされる。その後エル l ーベトの鉄の処女は改良され、絞り取られた処女の血液は管を通してバスタブへと注ぎ込まれる細工が組み込まれた。犠牲者が死んだ後に棺の扉を開けると棺の床が抜けて死体は水で城の外に流されるようになっており、そのための水路には刃物が設置されていたので、 死体が場外に出る頃には原型を留めていなかったという。しかしこれはあくまで風雪のレベルに過ぎず、実在を示した証拠は何もない。鉄の処女に類似した拷問あるいは処刑用の警具として、両腕で罪人を抱きかかえて、像の胸部から飛び出した釘が体を刺すという、アペガの像や、像の前に落とし穴があって、近づいた罪人を穴に落とすという。 バーデン・バーデンの諸女などが、文献上は存在しているが、現物は一切存在しない。ボルフガング・シールト著、鉄の諸女、使と、真実、浜本隆拷問と処系の西洋史新潮者、新潮選書、2007年。ISBN 978から41億603万5951。ありがとうございます。